こんにちは、番組ナビゲーターの雪沢智子です。さて今回は横須賀美術館で現在開催中の企画展、パリ世紀末ベルエポックに咲いた花、サラ・ベルナールの世界展をご紹介します。19世紀半ばから20世紀初頭にかけてパリを拠点に活躍した女優サラ・ベルナール。本展ではサラ・ベルナールの姿を捉えた当時の写真や肖像画とともに、ミュシャ、ラリックなど彼女の舞台を彩ったデザイン、工芸分野の作品などおよそ150点を通してベルエポックの時代の文化を多面的にご紹介します。今回ご案内いただきますのは学芸員の富田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや早速とても華やかなお部屋ですね、はい、こちらはどういった展示がされているんでしょうか。はい、この一番最初のお部屋ではサラ・ベルナールの肖像写真、貴重な当時の写真がたくさん展示されています。さあこちらには銀食器ですか。はい、そうですね。これは実はサラ・ベルナールが自分の劇団を率いてアメリカ巡業に行った時にティファニーで自分のためにあつらえた銀食器になります。ですのでちょっとよく見ていただくと SB っていうサラ・ベルナールの、はい、イニシャルが刻印されている、そういうとても面白い貴重な銀器になります。贅沢ですね、はい、金と銀の組み合わせも華やかですし、大きさもありますね、はいはい、こちらのお部屋ではサラ・ベルナールの舞台写真を中心に舞台上で使ったジュエリーであるとか、そういった、まあ、その時に使われたイラストレーション、ポスターであるとか、そういったものをご紹介するお部屋になっています。ジュエリーもたくさんありますね。はい、華やかな舞台というのを特徴にしていましたのでジュエリーもたくさん残っておりまして、当時のその舞台の華やかさというのを実物で忍ぶことができると思います。こちらはポスターですか。はい、実際にサラ・ベルナールが演じた、まあ、演劇舞台のポスターになります。ご存知アルフォンス・ミュシャの、はい、作品になりますね。とてもきらびやかでありながらも何かこうその女優さんの、主演女優さんの魅力を引き立てる作品になっているところがやっぱりさすがミュシャだなという気がそうですね、はい、いたします。こちらの冠なんですけれども、これはサラ・ベルナールが煉獄の姫君という舞台の中で使った冠なんですけれど、ミュシャがデザインしてルネ・ラリックですね、ラリック工房で制作されたものになります。今回の巡回展で日本でご紹介するのが初めてになる作品です。じゃあ日本で初めて公開されてるわけですね。はい、はい、そうですね、とても貴重なものだと思います。こちらのお部屋ではサラ・ベルナールが活躍したのと同時代のパリ、フランスのポスターについてご紹介するお部屋になっています。いろんなポスターがありますね。はい、こちらのポスターはロートレックのポスター、ロートレックの作品になります。ロートレックはよくご存知、名前が知られている人だと思いますけれども、フランスの、まあ、キャバレーだとかちょっとこう夜の世界ですよね、夜こう遊ぶ人たちのいろんなお店の紹介のポスターなどをたくさん手掛けた人ですけれども、そういったところからもサラ・ベルナールとの活躍した時代とロートレックの時代は同じ時代なわけですから、サラ・ベルナールの時代がそういうこう華やかな文化、パリの、ね、こうイメージとつながるっていう部分もお分かりいただけるんじゃないかと思います。こうしてみるとこの時代のパリって本当に華やかで、もう女性が美しい人がたくさんいたんでしょうね。そうですね、やっぱり女性がこう消費文化とか都市のこう華やかな遊びの文化を牽引していったっていう雰囲気が、こういったポスターをご覧いただいても伝わるんじゃないかなというふうに、はい、思います。皆さんいかがでしたか。パリ世紀末ベルエポックに咲いた花、サラ・ベルナールの世界展は11月4日まで開催されています。ぜひ横須賀美術館にご来館ください。さてこの番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。